さてここからはゲストをお迎えしていろいろとお話を伺うコーナー Welcome to my living room。 今回はこの方をゲストにお迎えしてお送りします。マハラージャンです。こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは、今日は来てくれてありがとうございます。いや、ごちそうさま、本当にずっとお会いしたかったんで。いや、本当光栄です。お会いできて嬉しいです。僕嬉しいです、はい、隣に立ってもおかしくないようにと思ってちょっと服を寄せてきました。 ありがとうございます。この服はずっと何着も持ってらっしゃるんですか、はい、これはこれだけなんですけど、はい、衣装自体は何パターンかあって、はいはい、まあ、一番いいやつできました。あ、一番いいやつで、はい、あ、わざわざありがとうございます、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします。マハラージャンさんは東京都出身のソロミュージシャンで、はい、大学院卒業後 CM 制作会社へ就職、はい、会社員として勤務する傍ら音楽活動に勤しんでいらっしゃったということで、はい、今は音楽活動一本でされてるんですよ ね、 すね、はい、経歴としては結構面白いというか、はい、なかなかないパターンですよね。まあそうなんですけど、まあ言ったらずっと音楽やりたくってそのまま就職しちゃった人っていうことではありましたね。あ、はい、で、まあ、ちょっと気持ちは分かるというか、僕もなんか似たようなところがあるんで。ああ、そうですね、はい、でも僕初めて知ったのが、はい、まあ、多分そういう人多いと思うんですが、ファーストテイクで、はいはい、なんか変な名前の人が変な曲をなんか変な格好で歌って、はいはい、で、まあ、とりあえずクリックするじゃないですか、はい、めっちゃかっこいいじゃないですか。ありがとうございます。なんだこれはと思って、なんか僕結構一見ふざけてそうに見えて大真面目にやってるみたいなのが、はいはいはい、好物なんですけど。あ、そうなんですね。それで結構ハマっちゃって。あ、ありがとうございます。そこからいろいろセーラームーン太郎から僕の好きな人からいいことがしたいからなんかそういろいろ撮っててみたいな感じだったのが、それが半年前くらいだったんですけど、はい、のでいや、ありがたいです。嬉しいです。本当に YouTube100 万人も登録がいらっしゃる方にそんなこと言ってもらって本当に、いやいやいや、とんでもないです。いやいや、僕もでもカティンさん の、 はい、動画とか、まあ、それこそファーストテイクとか 見させてもらってて。あ、本当ですか。 うまいっていうか、もうなんかなんだろうな、繊細なタッチだし、なんかすごいいいなと思って、もうすごいなと思ってました、とにかく。あ、ありがとうございます、はい、もうあとはなんかアレンジとかもすごい、はい、あ、なんかすげえいい感じのコードをなんか入れてるとか、 なんかそういうのもうまいだけじゃなくて、そういうとこもすごい、はい、なんかすごいなと思って、ね、あ、嬉しいですね、はい、そうなんですよ。今日本当会えて嬉しかったですね。あ、いや、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。照れちゃうな。いやいやいや全然真顔じゃないですか。照れてる顔してないんですよ。いや、あんま顔に出ないタイプなんで、はい、心では喜んでます。あ、よかったです、はいはい、でもマハラージャンさんも、はい、全部そのアレンジとかも自分でやられてたんですよね。まあそうですね、はい、どういう風になんかいつからされてたんですか、そういうことって。学生の頃から。あ、でも社会人になってからの方が結構やってると思いますね。学生の時はもうなんか学生の時もバンドとかやってたんですけど、あ、はいはい、なんかオリジナル曲が本当できなくて、で社会人になってから徐々にオリジナル曲ができてきたんですよね。で、まあ、アレンジとかも、はい、なんか僕ジャミロクワイとかダフトパンクが大好きで、なんかそう好きなものがいっぱいあるんですよ、はいはい、なんかそういうものの要素を入れられないかなと思って、でなんかこうこねくり回して作るみたいな感じですね。なるほど、なるほど、はい、じゃあそういうジャミロクワイとかのカバーを学生時代はされてたんですか。あ、ちょっとやってたりもしましたね。あ、でも学生時代は本当にコピーバンドめちゃくちゃいっぱいやってて、あ、ジャミロクワイ、あとレディオヘッド、リバティーンズ、アクティックモンキーズ、なんかその UK ロックだったりファンクの感じのやつだって結構いろいろごちゃごちゃにやってました。ごちゃごちゃに、はい、僕もジャミロクワイやったことありましたね。大学2年か3年ぐらいかな。へえ、はい、聞いてみたいですね聞かなくていいですねリズムがぐちゃぐちゃだと思う。あ、難しいですからね、ジャミロクワイはやっぱその大学2年生がやるにしてはちょっとハードかもしれないそうですね、まあでも僕も好きで聞いてましたね、そういうのは。もともと楽器は子供の頃からそうなんですよ。僕小学校4年からトランペット実はやってて。トランペット、はい、若干発音良かったですね、トランペットそんなことですか。どうでもいいとこ突っかかっちゃいました。どこの国の発音でしたこれいや、わかんないです
ちょっと話を戻しますと、そうだから4年からやり始めて、で大学もちょっとやってたんですけど、ずっとだからトランペットやってましたね、はい、バンドでトランペットやってたっていうことですか。吹奏楽で小中高やってて、で大学でジャズ研に入りたかったんですけど、はい、そこ僕が入ったところはジャズ研がなくて、それで大学に、そうなんですよ、だからそれでなんかこう逆になんかそういう UK ロック の、はい、あのバンドやったりとか、なんかその、はい、歌もそこで始めたんで、ああそうなんですよ、もしだからそこにジャズ研とかあったら、はい、やってなかったかもしれないなっていう、ああまた別の方向のマハラジャンがいたかもしれない、はい、ああまあいたのかいなかったのかぐらいの感じですね。まあ、てかなんで、ま、どうやってマハラジャンっていう名前になったんですか。あそう、僕油田っていう会社に所属してるんですけど、油田、はい、はい、でそのなんかなんとなくのイメージから、なんかそのアーティスト名が必要になった時に名前がいるから、はい、マハラージャどうですかみたいなこと言ったらいいじゃんみたいになっちゃって、その他になんかもう候補もなくて、じゃあ、まあはい、マハラージャンちょっと伸ばしてマハラージャンで行こうって思って、インパクトがすごいですよね、一度聞いたら絶対忘れない、あマハラージャンって、それは嬉しいですね。でもなんか油田というか、はい、その地域のあれにゆかりがあるとかそういうわけではない、わけではないですよね、はい、まあ、残念ながらそうなんですけど、はい、マハラジャ、マハラジャってどこの国のことでしたっけ、インドですね、アラブ、インドですね、でだから油田っていうのも別にインドのイメージではないので、本来はだからまあそこは確かにすごいざっくりすごい適当にごちゃごちゃしているんですけど、なんか西洋の人が韓国と日本をごちゃにして、まあ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 、なんかアジアっぽいみたいな、はい、似てますね、ちょっとそうかもしれないです。でもなんかそのなんだろうな、とにかくその王っぽいイメージみたいなのもちょっと欲しかったというか、なんか名は手をなすと思ってるとこがあって、はい、なんかいずれその、まあ、その時もすでにキングヌーがいたんですけど、キングって名前の人いるから、はいはい、ちょっと違う方向 の、 そのマハラジャみたいなのもいいなと思ったっていうのもあったんですけど、あ、はい、キングに対抗したんですね。まあ、あのまだ全然できてないんですいや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 、もうマハラジャってそういう系の意味なんでしょうか、偉大な王みたいな、偉大な王、はい、あ偉大な王なんですね。そうですね、あ恐縮です、とんでもないです、はい、カティンさんの方が全然あの王なんでいやいやそんなことは全然ないんですけど、いえいえ、じゃあ社会人になって、はい、曲を作り始めて、はい、でも大変ですよね、その CM 制作ってことは、はいはい、きっとなんかブラックであろうことは予想されそうなんですがそうなんですよ、だから僕もあのそのまあね、ブラックを是正しようとしている中ではあったんですけど、ブラック味がある、ブラック味が、はい、中で家ではちょっとブラックミュージックとかをかけてきますね、でも本当でも絶対音楽やりたいというのが本当に強くあって、なのでどんだけ夜遅く帰ってこようが、うん、夜中に帰ってこようが 2,3 時間は曲作ってで寝るみたいな感じで、めちゃくちゃストイックですよね。そうですね、そういうところはストイックですね。なんか音楽聴いててもそういうストイックな方なんだろうなっていうのはなんかなんとなくあそう名前とかめっちゃふざけてんのに、はい、そうっていうのがいいなとか思っちゃって、なんか昔やっぱ中学の時とかに、はい、ビーズとかにあの松本さんとかそのギターの練習時間が何十時間も練習してるとかっていうのを見て、はい、なんか自分もその頃練習しなくちゃいけないのかなと思って、はい、毎日やってたんですけど、はい、でもやっぱ 2,3 時間が限界で僕は、あ、うん、そうですね、なんかそういうなんかだから意外と真面目じゃないかもしれないですね、その 2,3 時間で音を上げてるんで会社員から会社から帰ってきて 2,3 時間やるぐらいが実はちょうどよかったみたいな感じなんですかね。まあそうですね、まあ会社員時代に関してはそれでやってるとなんか心のバランスが取れたところもちょっとあったかもしれないですね。あ、うん、あ僕も学生時代はそんな感じだったかもしれないですね、思い返すと、はい、こう全く別の研究をやって、はいはい、帰ってピアノ弾いてみたいな、はいはい、大学院まで行かれてたんですよね。そうなんですよ、はい、研究とかをしてたってことですか。大学院では僕映画の勉強してて、映画の勉強、そうでだけど学部の時は、はい、なんか工学部で普通に理科系の勉強してたんですでも理科系向いてないなってすごい思ってて、ああのなんかこれこのまま行ったら俺なんかすっごいなんかで
なんか例えばエンジニアとかになって、はい、そういう研究所とかにもし入ったとしてもなんかでっかい事故起こすんじゃないかと思って、はい、やめた方がいいなと思ってだって好きなあのエンタメがやっぱ好きだったし映像とか音楽、はい、まあ、音楽やりたかったんですけど音楽難しいとしたら映像やりたいなと思って、うん、それでまあ、そういうとこ行ったんですけど、へー面白いですね、はい、でもプロフィールが分かりにくいとはよく言われますけどね。あ、いや僕もそれはよく言われます。あ、そうですか。なんかあとの工学系から急にでもないけど、はい、まあ、ピアノの道に来たから、はい、なんでとかよく聞かれるんで、あ、まあ、ちょっと説明がめんどくさいんですけども、あ、まあ、でもね、輝かしいその受賞歴とかをオラって見せればすいませんでしたってみんななると思うんですけど、まあまあね、なんかでもつまんないですよね、そのプロフィールってなんか受賞歴、クラシック特に受賞歴ばっか書くんで、並べて結局その人の人柄が分かんないみたいな、あ、プロフィールのね、それはもう王者しか言えない言葉ですけど、ね、いや王者じゃないです、マハラジャじゃないですすいません、ややこしくなりました、はい、すいません。まあ、じゃあとりあえずこの辺で一曲、はいはい、リスナーの皆さんにお聞きいただきたいと思いますが、はい、あの曲振りを、そうですね、あのじゃあお願いできますか。やっぱその会社員やってる時に強く感じてたことを、あのなんか一番その辺が色が濃い曲を聴いてもらおうと思うので、聴いてください。マハラージャンで何の時間。引き続きマハラージャンさんの音楽についていろいろとお話ししていきたいのですが、この何の時間っていうのは、はい、CM 制作会社時代の経験っていうことですか。はい、そうですね、今これ何の時間って言われることって あるんですけど、でそれは一番やばい時なんですよねあ、そうなんですか、はい、これ 何待ちなのみたいな、うん、でそれを言われるとヒヤッとして、何待ちってあのこう逆に誰かに聞くっていうその俺のせいじゃないみたいな感じになる。何待ちエコーが起きてる誰待ちなのでもね、そう思うんですけどね、仕事してた時に 思い出したんですけど、はい、仕事できる人ってなんだろうなみたいなのをそういう時思い出したんですけど、なんか仕事できる人って答えを出せる人だなと思ったんですよね、はい、なんか何待ちって言われた時に、何とか待ちで何々しててこうこうこうなんですってちゃんと納得できる理由を出せる、例えばその時であればそういう答えだと思うんですけど、うん、だからなんか、あ、仕事ができるって答え出せることだなってなんかやってて思ったのを思い出しました、今。刺さりました。あ、刺さりました。全然ずっと答え出し続けてると思うんですけど。いやいやもう答えに迷ってばっかりですよ。本当ですか。はい。まあやっぱ結構優柔不断なところもねあるのかもしれないですけど、そんなこともないか。わかんないですけどね。いや優柔不断だな今の。今の優柔不断だな。今のがそうでした、ね。そういうことですね。そういうことです。まあそれはさておき。はい。はい、今年7月にはメジャーセカンドアルバム「正気じゃいられない」をリリースということで、はい、まあ、あの聞かせていただきましたけど、ありがとうございます。もう一曲目からものすごいというか、そのビッグバンドサウンドのものすごいサウンドが、はい、長いイントロがこうあって、はい、まあ、なんかこうすごく強い意志を感じるなと思ってそのイントロが削られるこの世の中、はいはい、そうですねすごいサウンドというかその、はい、歌以外の部分、まあ、もちろん歌詞とかもすごいインパクトが強いんですけど、はい、サウンドを作る上でどういうところにこだわったりしてますか。そうですね、まずは、まあ正気じゃいられないっていうアルバムに関して言うと、もう本当に今日本屈指の若手のいいミュージシャンにいっぱい集まってもらってるなっていうのが僕的には思ってて、で、はい、なんかなるべくその人たちのいいところを全部出すっていうか、はい、そのやっぱノリのいいところを、はい、なんかそうですね、なんか出すっていうのをすごく考えましたね。なんか CM やってる時もすごい思ったんですけど、いい映像って、はいはい、なんかやっぱその美味しいシーンの詰め合わせだったりするなと思うんですよね。あ、で、まあ、音楽も結構そこ近くて、なんかやっぱその、はい、いいテイクを出すにはどうしたらいいのかとか、はい、その辺をすごい考えながら演奏をやってもらっていいところをまあ取っていくって感じで、うん、その辺はすごいこだわったと思いますね。あ、なるほど。そのいいテイク
いいテイクってどうやったら出ますか。あ、そうだから、なんか例えばデモで僕が弾いたやつが、はい、あの入ってるんですけど、はい、そのままをそのままやっちゃうとなんかやっぱ硬くなっちゃうんですよね、その人の演奏にならないっていうか、はいはい、なんか言わされていることみたいになっちゃうんですよ。あ、すごいわかりますね、はい、それは。じゃなくて自分の言葉で喋る的な感じの自分のニュアンスやってもらうにはどうしたらいいのかなっていうか、まあ、そういうところですね。自分らしい演奏をいかに引き出す なんかいかに元々のあったやつを乗りこなしてもらうかっていうのが結構大事だなと思ってます。デモの段階ではどれぐらいのなんか具体度なんですか。結構まちまちで、ガチガチに決めてあるやつもあって、まあ、それは割とその通りやってもらうこともあるんですけど、はい、これ本当にどうしたらいいんだろうか分かんないっていうままそのレックを迎えてしまった時もあって、でその時に結構ミュージシャン の自分だったらこう解釈するっていうのに助けられてすごいいい曲になったりとかしますね。そういうレコーディングってすごい楽しいですよね。いやでも本当に肝を冷やしますね。なんかやっぱそのレコーディングの時間も限られてるんで確かにやっぱいい感じのやつを出してくれるかも分かんないんで、あ、危ないとこですけどね。あ、それで出なかった時とか。いや今んとこはないです。今んとこはない。今んとこはやっぱりで出なかったとしても後で家で編集していい感じに持っていくっていうか、諦めないっていうのは大事だなとは。諦めない。はい。なるほど。はい。なるほど。はい。まあ、じゃあレコーディングでそういう感じのいろいろこう経験を経て。そうですね。なんか気使っちゃって、あ、なんかレコーディングもなんか結構気使っちゃう時とかもたまにあるんですよ。よくないんですけど、ああここもうちょっと突っ込んで言えばよかったなとかって後で家で帰ってわーとかなったりする時あるんですけ ど、そういう時にちょっと編集して、はい、あのやりたかったことを入れてってあの よくするっていうのはありますね。はあ、うん、そのスタジオミュージシャンの方といろいろやるようになったのは、はい、メジャーデビューぐらいから。あ、そうですね、メジャーデビューしてからですね。してから、はい、それまでは一人で全部一人でやってました。打ち込みとかで打ち、ドラムだけ打ち込み で、あとベースギターとかは全部自分で弾いて、はい、キーボードも適当にですけどやったりとかで、なんか僕もともとバンド志向が強くて、はい、生でやってる音の方がなんかいいって思ってるというか、その、うん、なんだろう、機械でやってる音だとつまんなくなっちゃうって思ってて、だからシンセサイザーもアナログシンセの方が好きだったりとか、なるべくその生のものになるべくこだわってたりとかします。アナログシンセがすごい印象的な曲とかもありますもんね。はい、もう大好きなんで。いや僕も買ったはものの、はい、全く使いこなせてないっていうのただの置物になってますけどね。あのライブもめっちゃかっこいいじゃないですか。 ありがとうございます。夏フェスとか夏フェスにも結構いろいろ出演されてたんですか。はい、そうですね、一番あの最近心に残ってるのはサマソニーに出させてもらって。サマソニー、そうなんですよ、はい、大阪出させてもらって、いやすっごい憧れだったんで、すごい。どうでした。なんかでもなんかこう出るのと見るの全然違うなとは思いましたね。ああ、なるほどなるほど。はい、なんかこう出るってなんかすごいいろいろ準備して、バックヤードに連れてかれて、はい、で演奏をわーってやって、その後バックヤードにまた戻ってきて割とすぐ帰らされられるんですけどそこは僕らの勝負なんですけど、なんか見る方ってその場の雰囲気からずっと楽しくて何見ようかなとかってやって、はい、あれ楽しかったこれ楽しかったで今日一日楽しかったねなんですけど、はい、なんかその出る方はすごい結果を残せたかどうかとか、なんかいい演奏できたかどうかとかっていうすごいシビアな世界なんであこれがサマソニーの見る側と出る側の違いかってのすごい感じましたそんなシビアにやっぱものを考えるんですね。まあでもやっぱいい演奏したいってすごい思ってて、なんでそれができたかなとかはすごい思いますね。まあまあそうですよね、フェスってやっぱ自分のことを知らない人もたくさん見に来る場なんで、はい、怖いは怖いですね。怖いは怖いです。ちなみにそのメトロックっていうイベントに出させてもらった時に、はい、僕の曲で持たざる者っていう曲があるんですけど、はい、それのイントロが、はい、ベースと歌だけで、はい、ジェイソン村田って出た。ジェイソン村田、そうなんですよ、誰っていうなんかその曲をやった時に、はい、なんかこれはライブならではなのかもしれないですけど、はい、ジェイソン
ってなった時に、なんか誰のせいか分かんないけどそこで止まっちゃって、しばらくジェッジェッジェッジェジェイソンって何回か繰り返すっていう、すごいいつ始まるんだろうみたいな、バンドメンバーで探り合うみたいな、危ない時間が流れた時ありました。へえ、なんでだったんですかそれは。なんでなのか未だに覚えてないんですけど、多分逆にそれがなんかじらしてる感じじゃないですけど、そのライブバージョンみたいな感じになって、なんかそれがそれで聞いてる人はそう思いますよね、はい、こういう遊びができるんだと思ったんですけど、リハーサルしてない謎のやつだったんですごい怖かったですね。ベーシストがマハラジャンさんを怖がらせるためにあえて弾かなかったみたいな、はい、いや、なんか多分ドラムの入るタイミングなのか僕が勝手に止まっちゃったのか、うん、そこがちょっと覚えてないんですけど、とにかくそのジェイソン村田ジェイソンセッションがしばらく続いたっていうのが、まあ、もしかしたらこのフェスいろいろ出してもらった中の一番ちょっと残ったことかもしれないです。ああ、ちょっと聞いてみたいですね。そうですね、はい、スリリングですけどね、すごい。どっかで聞ける機会があれば面白いなと思いますけど、はい、なんか来月イラスト展、はい、音楽にしなかった風景っていうのも開催される。そうなんですよ。イラストも描かれるんですか。はい、僕結構子供の頃から絵描くの得意とか好きだったんで、はい、でなんか溜まってたんですよ、いっぱいいろんなものが、はい、でもうそれこそその仕事してる時とかも、はい、帰ってきて音楽作んないけど絵だけバーって描くみたいな時も実はあって。ああ、そうなんですか、はい、それがなんかやっぱ結構その音楽もそうなんですけど僕的にはセラピーだと思ってるとこあって、はい、なんかそのでなんだろうな、まあ、音楽にしなかった風景っていうのは、まあ、音楽歌詞にはさっきみたいに例えば何の時間とかしてるんですけど、はい、これは心の中何を表してるのかいまいち分かんないけど形になってるみたいなものも多分すごい脅迫観念みたいなことだったりとか、まあ、そのいろいろね怒られたり詰められたりしてるものを、はいはい、ただその怖くっていうよりか割とポップに、はい、ちょっと怖いんだけどなんか可愛くみたいな風に書いてたりするのが多くて、まあ、音楽にはなんなかったけど多分自分の中の何かがこう現れたものだろうなとは思ってて、なのでまあその展示が今度あります。へえ。じゃあその音楽を作るっていうかもうそもそも何かを作ることが好きなタイプって感じ、はい、そうですね、なんですかね、はい、広告とかもなんか好きだったんですよね。なんかこう広告って単純にね商品の宣伝っていうよりかはもう芸術性の高いものもすごいたくさんあるじゃないですか。そうですね。で僕はどっちかってそっちの方に目がいくタイプで面白い広告も大好きだったんですよね。だから結構そういうものづくりがすごい基本的に好きですね。うん、作る時ってなんかアイデアってどういう時にどうやって思いついたりしますか。本当それが本当まちまちで、歩いてる時だったりお風呂入ってる時だったりとか、あとなんかこれ作んなくちゃいけないなっていう時に何かを見て何かこう別のものに勘違いして見えた時があったりとかする時に、あ、こういう風にやろうとか、なんかこう勘違いも結構大きいと思いますね。あ、それ面白いですね、はい、その音楽にしなかった風景、はい、どこで見れるんですかこれ。渋谷のタワレコで、はい、やりますんで、ああ、はい、来れる方はぜひという感じです。ぜひ来れる方は、はい、なんか原画もうちょっと変えるやつもあって。あ、そうなんですね、はい、なんでちょっと変えるやつももしよかったら買ってほしいなって感じです。ああ、はい、ということで、ライブ、はい、これからされる予定などはあったりするんですか。今週末ですね、大阪城、音楽堂にて開催される大阪ジャイガミュージックフェスティバル2022に出演します。イエーイ、イエーイ。勢いでごまかしましたね。はい、そしてですね、はい、初の全国ツアー夢が、11月23日札幌からスタートします。お、やったやった。東京はですね12月1日木曜日のリキッドルーム、はい、大阪が12月7日、水曜日の心斎橋ジャニスなのでぜひお越しください。あ、いいですね、はい、これどうして夢にしたんですか。いや、
正直最初すっごい適当に夢にしたんですけどっていう照れ隠しですか。いやなんか本当にタイトル決めてくれって言われてどうしていいか分かんなくて、はい、なんか面白いタイトルしなくちゃいけないかと思っててその頑張って考えたんですけど分かんなくて、はいはい、で適当にポロッと夢っていうワードがちょっとあったんで、はい、なんか夢っていうのでちょっとあ面白いかもって思っちゃったんですよね。夢がなんかそのおもろいかもって思ったんですけど、はい、よくよく考えたら別に面白いっていうことも変なんですけど、なんかそうやっぱね夢って素敵な言葉なんですよ、うん、結局、まあ、すごくそうですよね、はい、で僕の今までやってきた音楽の歌詞とか考えると、はい、持ってこない名前なんですけど、でも実際なんかこの、はい、僕がまあ会社員をやってから経てここにこういられることとか結構夢なんで、やっぱはそれも含めてやっぱりこのタイトル真面目だけどまあいいかなと思って、うん、なんか意外とすごい素敵だなと思ってやってます。はいはいはい。はい、いや素敵です。ありがとうございます。素敵です。カディさん、夢はありますか。僕の夢ですか。はい、もう叶いすぎてるとは思うんですけど。いやいやそんなことはなくて、はい、何ですかね夢は、まあなんかいろいろありますけど、はい、なんかオーケストラとピアノの曲を自分で書けるようになってみたいですね。いつかいいですね、ぜひやってほしい。まあオーケストレーションのことは全然わかんないんですけど、まあ、5年ぐらい後にそういうことができてたらとか、はい、あとやっぱ世界もっと回ってみたいですね。インドも行ってみたいし、はいはい、油田はサウジアラビアかあそうですね、はい、いつか行ってみたいですね。そうですね、はい、僕もそれは行ってみたいですけどね。あ、インドの方からの声とかあったりするんですか。そうですね、なんかインドから応援してますとか結構あるので、おなんか結構インドの方何気に応援してくれてる人多い実はやっぱまあ面白い感じにきっと見えますよね、インドの方からしたら、うん、ですかね、何もなんだろうみたいな、なんか我々から見て例えば、はいはい、知らない海外の人が着物を着てなんかやってるみたいな。そうですね、でもなんかサウンドで結構気に入ってくれてる人も多いみたいで、多分とっかかりはそういうとこからかもしれないですけど、だからそれは嬉しいなと思ってますけどね。いいですね、はい、マハラージャンさんの夢は逆に何ですか。いや僕はもうとにかく売れたいっていうのはあ、はい、いいですね。なんかやっぱでもそれはそうですよね、はい、それはそう、そのいっぱいいい音楽もっと作りたいし、いい活動したいと思ってるんで、それにはまあマストで売れないといけないなと思ってるんで、はい、いやでももうかなり、いやいやいや、ビッグにマハラジャになってらっしゃるんじゃないですか。いやこれからもっと頑張りたいと思ってます本当、はい、いやもうこれからも楽しみにしてます。ありがとうございます。 あともう一つありましたね、忘れてましたすいません、ですね、先ほど演奏させていただきました、セーラムンタロウのですねアナログ版のリリースが決まりました。おっ、やった11月の2日です。レコードですね、アナログ版って、はい、でレコードのそのセーラムンタロウって実は蔦谷光一さん の編名でケレミっていう蔦谷、はい、さんやってるんですけど、はいはい、そのケレミリミックスを実はセーラムンタロウしてもらってて。そんなのがあるんですか。そうなんですよ。それはもう世に出てる、世に出てますね。でそれもそのレコードには収録されるんで、おぜひセーラムンタロウファンの皆さんお願いします買います。お願いします。もう、はいはい、ありがとうございますということで、はい、今日本当に、いやこちらこそ楽しかったです。本当僕も本当に楽しかったですね、はいはい、また遊んでください。あ、ぜひお願いします、はい。